陸軍軍医学校は、かつて現在の東京都新宿区と山町に存在した、旧大日本帝国陸軍の医学家系教育機関、陸軍と山学校が近接していた。なお、海軍には、海軍軍医学校が設置されていた。第二次世界大戦中には、中山競馬場が陸軍に接収され、敷地の一部が陸軍軍医学校中山出張所として、 血清ワクチンの製造工場などが置かれた。戦後は、食糧難のため畑となり、麦や野菜などが植えられていた。衛生学教室。戦後国立栄養研究所の庁舎となった。陸軍軍医学校前景。1989年7月、陸軍軍医学校跡地における、厚生省国立予防衛生研究所建設工事の際、 同地から約100体に上るモンゴロイド系人骨が発掘された。人骨には銃による傷跡や切り傷のある遺体が複数あったため、731部隊による最菌兵器開発のための生態実験の犠牲者ではないかなどの疑惑が出た。このため1993年9月、発掘された人骨の調査、研究を行えるよう、新宿区に対し人骨の仮装、 納骨の費用を支出しないよう求める住民訴訟が提訴された。また1992年と1994年には日本弁護士連合会が内閣総理大臣に対し人骨の調査を行うよう勧告するとともに区に対し人骨を保管するよう勧告する人権救済申し立てを行った。2000年12月、 最高裁判決で原告側の住民敗訴が確定。厚生労働省はこれを受け、翌2001年6月に大量人骨は戦場に行きされた戦手隊からの研究用標本と結論付け、新たに作る納骨堂に収める方針を固めた。それから10年後の2011年2月、厚生労働省は初めて人骨の発掘作業を開始した。発掘対象地は、 旧厚生労働省宿舎土地であり、1989年に人骨が発見された場所に近い。人骨標本を隠すために、厚生労働省宿舎に人が住んでいるという証言があったため、宿舎の入居者が退居するのを待ち、建物を解体した。ありがとうございます。